第三章。お客様が本当に喜ぶことをやる。一。お客様自身に本当の目的を気づかせてあげる。喜んでいただければ商品の話をしなくても売れる。私は会社にやってくる営業マンを厳しい目で見ていますが、 もしこんな営業マンがやってきたら買ってしまうだろうなと思うタイプの人がいます。それが本書の冒頭でも紹介しているような商品の紹介を後回しにして私や福一不動産について質問をしてくる営業マンです。飛び込みでやってきた営業マンが名刺交換の後名刺を見てこのように話を切り出したとします。 電話番号は福一だから291で不動産だから2103なんですねなるほど会社名と電話番号が一緒なのは珍しいですね全国的に見ても珍しいのではないでしょうか会社名にぴったりの電話番号ってどうやって取得されたんですか教えていただけませんかこんな風に聞かれたらそれはですねと 喜んで答えてしままうと思います私が考え工夫したことに気づいてくれたと思うととても嬉しくなります名刺を一枚渡しただけで当社に関心を持ってくれたわけですから話したくなるものです福一不動産という名前は福岡で一番という意味ですよね宮崎県ご出身の古川社長が なぜ福岡で独立されたんですかご苦労されませんでしたかこのように聞かれればきっと私の話は止まらないでしょう。経営者にとって独立までの苦労や独立してからの出来事は話したいものです。仕事に関心を持ってもらうこと以上に自分自身に関することは別格です。そうだったんですか。それは大変でしたね。 このように自分に関心を持ってくれて自分の苦労話を聞いてくれたということは私の人生を認めてくれたつまり承認してくれたことになります私を認めてくれるという過程を経て次に商品の話をされたらきっと私はかなりの高確率で購入すると思うわけです飛び込み訪問をする営業マンはたくさんいます ですがお客様に関心を持ちお客様のことを承認する営業マンは皆無と言ってもいいでしょう最初から商品の話をする営業マンはお客様に押し売りをしているのと同じですこちらが商品について話さなくてもお客様が営業マンに興味を持ってくれたらお客様の側から話を聞いてくれるのです お客様のここととをを認めるる努力をすることお客様に関心を持ちお客様が喜んで話したくなる質問をすることそしてリアクションをすることが不可欠なのです喜んでもらうことイコールおべっかではない気をつけていただきたいのはお客様に喜んでいただくとは口当たりのいいことを言うことではありません 福一不動産に店舗を借りたいといらっしゃるお客様に話を伺うと、皆さん夢を語ります。内装はピンクを基調に可愛い感じにしたいんです。そうね、50坪くらいは欲しいは広いお店にしたいの。新しいビルが希望です。新築ビルで空いている物件はないでしょうか。店を持とう、独立しようと考えている人の頭の中は、 夢や希望でいっぱいです。こんな風にしたい。ずっとこんな夢を抱いていたのと、口々にバラ色のシーンを思い浮かべています。目を輝かせ、明るい表情で力が入るのでしょう。声も次第に大きくなります。そんな表情を見ていると、なんとか夢を現実のものにしてあげたいと思います。しかし、この時 お客様が本当に望んでいることを見失ってはいけません。そこで私たちは質問します。では、どういった特徴のお店にしたいのですかでは、どういうお客様が中心となるお店にしたいのですかでは、月に何人くらいの来店客を見込んでいますかでは、どうやってお客様を呼びますかでは、 スタッフは何人採用し、どれくらいの経費を見込んでいますかそんな質問をすると、ほとんどの方が急に目を伏せ、声が小さくなります。声が小さくなるのならまだいいのですが、何も喋れなくなる人もいます。独立するとは、経営をするということです。お店を持つとは、お客様を集めるということです。一番重要な、 経営をするという視点をつい忘れてしまう方がいらっしゃるのです。そういう方たちにお店を始める目的は何かについて認識していただくのも営業の仕事だと思います。目的はピンクの内装にすることですか ?50 坪の面積でお店はいつも満席ですか新築の物件なら利益が十分見込めるのですか そんな言葉を投げかけると、お店をやる目的に気づいてくれます。そうです。お店をやるからには繁盛させなければなりません。お店が繁盛するために考えなければならないことはたくさんあります。目的を達成するための手段はいくつも用意しなければなりません。内装をどうするか、広さはどれくらいかなど、 ほととんん。どのことは手段にすぎません目的と手段を取り違えると何のためにお店を持つのかがわからなくなりますどんな仕事でも目的をはっきりさせることは必要ですお客様自身が目的を認識しお店を開く目的はこうですと説明できて初めて私たちはこうやれば繁盛しますよと アドバイスを差し上げるることができるのできのす質問によってお客様自身が意識を向けていないことに意識を向けさせてあげることこれも営業マンの仕事だと思いますそれによって営業マンは最善の提案を差し上げることができお客様は心から喜んでくださるのです最適な提案をするための商品分析 お客様の話を聞き、お客様の考えを知ることで、お客様に最適な提案をすることができます。お客様の現状が分かれば、打つ手が考えられるわけです。ところが、お客様のことが分かっても、こちらに打つ手がなければ、あるいは打つ手が少なければ、お客様の要望に応えることはできません。打つ手をどのように増やすのか。 ここで大切になるのが観察力です。あなたと私の間にコーヒーカップがあるとしましょう。そのコーヒーカップについて、それはどんなカップですかと私が質問をします。あなたから見てどう見えますかという質問です。あなたは答えるでしょう。白い陶器のマグカップです。 取っ手の部分は指が4本握りやすくなったデザインです高さは10センチくらいへえそっちから見るとそう見えるんだと私は感じるかもしれませんたった一つのカップでもそのカップを挟んであなたと私とでは見え方が違うということに気づくのではないかと思いますカップを目の前に置いた時 自分と反対側にいる人には違ったように見える見る位置によってはこんな文字が書かれていますと答えたりこんなイラストが書かれたカップですと答えたりするかもしれませんあるいは上から覗き込んだとしたら次のように答えるかもしれません直径は6センチくらいで円の中央にイラストが書かれています真上から見ると カップの高さはわかりませんが、取っ手の部分が3センチくらい飛び出しているのがわかります。このように何事も一面から見ただけでは全体像がわかりません。一面から見ただけでは人と見え方が違います。横から見た場合、カップを挟んで向かい合わせの場合、ぐるっと一周して見た場合、 上から見見た場合、すて見方が異なりますそれだけ切り口があるのですカップですら切り口がたくさんあるのですから商品も人も同じことが言えます営業活動で大事なことは商品やサービスの内容を伝える際どんな切り口があるかを十分研究することですほとんどの営業マンは 一面を捉えるだけでいくつもの切り口を持っていませんするとそれだけ相手に伝える表現も貧弱になります見方がたくさんあるということは考え方もたくさんあるということですそこに気づけばお客様と会って何を言えばいいかわからないと困ることはないと思うのです 売売り込まないで売る7相手が喜んで話したくなる質問目の前の相手が本当に望んでいることを見失わないようにしよう目的と手段を間違えては相手が喜ぶ承認ができないからであるまた相手が喜んで話したくなる質問を心がけよう 人は自分に関心を持ってくれる人が好きだ。名刺交換をしてすぐに自社商品の話を始めるのはダメ営業マン。相手のことを質問しリアクションすればそれはとびきりの承認をしたことになる。